こんにちは、かくすけです。やっていきます、マジカルバケーション。このピラミッドを探索3回目ですね。前回セーブしたかもしれないけど、セーブしてこれを開けていきましょう。はい、よし。あー、やばい、やばいのが後ろにいるぞ。才の力キック、ダブルガル、グルヌイユ、来るぞ、魂のオーケストラ。これね、ハミング呼んでからやりたいところだけど仕方ないよね。はい、ブルーベリーはソーダフラッペでいきましょう。カベルネが毒にしてくれないかな。ああ、ブルーベリーがいつも狙われてるからね、レベルが上がらないな。カクスケが石化か、ちょっときついけど、ランシーはされるよりはまだマシだね。あ、まひったね。それならもう安全かな。眠りは結構すぐに起きるけど、まひはね、結構長く続くから、カクスケの石化を取って、あ、ちょっと待ってよ、アランシアが石化してるじゃないか。まずいまずい。カベルネも、この人だけ倒しとこうか。シードラカクスケの石化を取ろうかな。あ、オリーブが、あー大丈夫だった。よしよし、オリーブがこれでやられたらね、アランシアが生き返れないってことだったから厳しかったんだよ。で、カクスケが才の力で、まひってるもんな。まあでも倒しとこうか、一応安全のために。オリーブは才の力で、ツボちゃん、カベルネが殴って、アランシアがオーケストラ相変わらずやって、シードルはブラックローズかな。うん、よし、安全のためにね、倒しておこうね。よし、アランシアのオーケストラがやってきますよ。オッケー、あ、生き残ったか。あー、シドル惜しいな。はい、あとはサイの力で、まあノクターンをダメ押しで、シドルはもうブラックローズ。うん、毎回私たちの MP がどれくらい回復してるかっていうのをね、ちゃんと把握しとかないといけないと思うんだけど、ついね確認するの忘れるんだよね。ハモニク金貨、いやもうブルーベリー大変だね。もう踏んだり蹴ったりだ。はい、オリーブもね。はい、セーブで、下はないか、上の方か。あるね。なんか、あー、クロックがいけるな。お、クロックがさらにいる。あー、でももう前回いっぱいあげたからな、クロック。あー、27枚でしょ。あ、でも結構集まってるな。クロック、ピラミッド。27、アルティ。あ、これ、メモしてるけど、多分ね、これ、やらない気がする。だって、ね。だってね、結構あんまりコールできてないからな。ガルは呼んでるけどね、したいけど、コールする前に先手必勝で倒さないとやばい敵っていうのが結構いるから、なかなかできないんだよね。ちょ、大丈夫でしょ。毒、オッケー。あー、しびれないか。カクスケが、よし、固まらなかった。うん、大丈夫だ。もう、これはいけた。サイの力。ダブルガルからのサイの力があれば、もう一瞬だからね。ミニネットで、ノクターン、ブラックローズ。アクアグラッセかな。よしよし。うん。
応安定して倒せるようにはなってきたけども、できるだけブルーベリーを倒さないでほしい。よし、あとはいけるな。オリーブが最の力、ミニューネット、ノックターンを後ろにかけよう。ブラックローズ、アクア、回復。はい、ブルーカスケードで MP 回復しましょう。ブルーベリー、ブルーベリー狙われるんだよな。なんでそんな狙うの？みんなそんなブルーベリー嫌い？いい子なのにな。いい子だからこそ敵としては嫌なのかもしれないけどね。はい、倒せるでしょう。よしよしよし、避けたね。はーい、お格付けのレベルがどんどん強くなっていく。アランシャも強くなっていくぞ。回復。あー、もうグミがなくなってきた。グミは入れるために使うのに、あー、ちょっと待てよ、セーブするの忘れたけど、勝てるかな。うん、いけるいける。ダブルガル、メニューネットでいいかな。オーケストラ行っちゃおう。3匹以上化石、主石化のやつがいたら使っちゃおう。ソーダフラッペもやっちゃおう。なんでブルーベリーばっか攻撃するの？ブルーベリーの場所が一番攻撃受けやすいのかな。よし、石化しなかった。いいよ。なんで、あ、シードルがやられた。シードルはいいかな。サイの力、サイの力、ミニューネット、オーケストラは必要ないな。もう6ターンで、うん、ブルーベリーちょっと回復しとく。うん、ブルーベリー一番最後だから回復できない確率高いけど。ほらー、ブルーベリーのところに隠すけよっかな。あそこ狙われやすいのか、ただ単にブルーベリーが狙われやすいのか、どっちかだよね。お、シードルもやられそうだぞ。やられないでくれ。やっぱそこ攻撃受けやすいのかな。その可能性上がってきたね。サイの力、サイの力、君はポアブルにしようかな。ノクターンで倒す。お腹がひょうひょうよるな。なんでなんだろうな。お腹はついてないんだけど。お、スターシェルが手に入った。オリーブ、いいぞ。ブラックシェル。シェルはね、あんま使わないんだけどね。はい、ブルーベリー回復、コクスケも回復、シードル回復して、コクスケとブルーベリー交代です。セーブして、よし、先に進もう。もうすぐレベル50に行きますね。ガルならいっぱいいるよ。友達だからね。一番の友達だからね。はい。はあはあ、後ろにいるな。困ったな。あ、ガクスケが奥にいるって、なんか不思議な気持ちになるな。サイの力を、うん、使っていく。ダブルガルできなくなってる。コールガルにしとこう。グルナイユぐらいやっとこうかな。オーケストラ。いやー、アランシアの MP 回復力、おかしいレベルなんだよね。アランシアとシードル。ブルーベリーはちょいちょいね、なくなっちゃうんだよね。うん、アクアグラセンしとこう。やっぱブルーベリーが狙われやすいだけじゃん。格付けが、場所は関係ないのかな。前に前列が狙われやすいっていうのは間違いないと思うけど、ブルーベリーが狙われやすいのは、ブルーベリーの運の悪さかな。サイの力、サイの力、パンチ、ノックターンでいいかな。うん、ブラックローズ、
ああもう全然ないぞ。アシッドスコール、うん、あ、そっか、今回ダブルガルじゃないんだ。あ、寝ててよかった。ダブルガルなら倒せるだろうって思ってたけど、そっかそっか、オリーブの MP がなくなっちゃってたんだね。うん、もうよく寝てくれてるね。カペルネ、ノクターン、ブラックローズ、今回も寝てるから行動はしないでしょう、少なくとも。たまには殴ろっか、ブルーベリー。あ、殴れる位置にいないかもしれない、もう。そうだな。あとちょっとなんだけど。硬いね、やっぱこの人。あ、殴れる位置にいたね。あ、でも、倒せなかったか。あと1ぐらいしかないと思うんだけど。はい、サイの力で倒しました。よしよし。シードル、いけたね。今回はね、耳栓。耳栓すると、集中力抜群。MP か。あ、乱視や。あ、でも石のお魚は結構火やつけてるもんな。あ、MP 結構なくなるから、耳栓つけとこうか。オリーブは。まずいなぁ。青がどんどんなくなるね、ブルーベリー。オリーブ。で、セーブして。まずは、ギーネに青だっけ。順番までね、あるっぽいからね。ガウシュニベの後は緑と青って言ってるから、スカンテは緑でギーネに青、ギーネの次にスカンテ、ガウシュニベに、ガウシュニベに誰、何をあげるっていうのは誰も聞いてないんだけど、え、赤かな。とダブルガルしとこうかな、一応メニューネットで、ノクターン、ブラックローズ、アクアグラセ、うん。間違えたらやだな。咳かした。アランシアが咳かした。オリーブちゃん、ちょっとアランシアの石化を解いてあげて。ミニネット、アクアグラッセ。倒せる？あ、倒せないか。あ、よし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 。あ、よしよしよし。倒した。いいぞー、ブルーベリー。最近やられてばっかりだったけど、ついに、やってくれた。オリーブ、格付け、うん。キック！サイガ、突っ込む、カベルネもキック、ノクターン、キック、あ、あ、シードルがやられたか。シードル、シードルも結構狙われるのよな、後ろの割に。あ、ブルーベリーもまずいぞ。この二人はやたらとやられるからな。と、サイの力、サイの力、ミニュネットしとこう。ノクターン、ブルーカスケード、よしよし、格付け、よしよしよし、これで大丈夫だね。うん、あとは適当にやれば格付けが最初に倒してくれるでしょう。うん、あー、やられたな、シードル。お、ブルーベリー上がったね。もうランシオもガンガン上がります。ラジはね、他の子に比べてレベルが低いからね。大丈夫か、ブルーベリーじゃなくてカエル組、青なくなるんじゃない、これ。あと7個しかないよ。カベルネがいるからな。もう嫌味のように何回も言うけど、カベルネがいるせいで拾えないんだよな。 MP 回復しとこう。
HP ね、さっき回復しちゃったからな。はい、雨水が溜まってます。え、でももう行き尽くしたよね。あれ、あ、フローは仲良くないからね、ダメで。トーストは行った。ここは多分行ってるよね、この上下は。あー、また来たか。もうやだ、君やだ。ダブルゴールガルでいっかな。ミニネットのノクターン、ブラックローズ、ブルーカスケード。あ、ブルーカスケードじゃなくてアクアグラッセをしたかったんだけど。お、いいよ。あ、そっかそっか、石化のやつか、あれは。だからそんな効かなかったんだね。よし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 、石化しなかった。あ、眠った、いいぞ。うん、タクスケがやってくれるでしょう。サイの力、ミニネット、ノクターンで硬い方攻撃して、ブラックローズ。キック。あ、そっか、またダブルガルってこと。しまった。まあ、次回、カクスケが倒してくれるでしょう、きっと。サイの力、サイ、一応、ダメ押し。ノクターン、ブラックローズ。よし、大丈夫だね。よしよし、やっぱガルとお友達の子は早いね。さすが獣だ。はい、オッケーです。やっつけました。今回は回復しなくても大丈夫かな。うん、回復の子いたよね、下の方に。一応セーブはしておこう。おっしゃー、はい、オッケー。この子はカエルグミを入れるよっていうのを教えてくれるだけの子だよね、このブラウニーは。え、うん、魂が吸い上げるようで何もかも忘れていく。あ、そうなんだ。この子たちが忘れっぽいんじゃなくて、このピラミッドがなんか記憶を操作してくるんだね。ガウショニベの後は緑と青でしょ。ガウショニベ、ギーネ、ガウショニベ、ギーネ。でもガウショニベが色が分かんないんだよね。あ、でもこの声2匹しかいないぞ。この子は、あ、ギーネの次にスカンテでしょ。ギーネには青、青捧げる。キアコタの唾、静かにカエルを飲み込んだ。その後にスカンテ。よし、スカンテは緑。はい、よし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 。じゃあ二重になんかあるんだな。3匹のところとかあるんだろうな。まあでもギーネとスカンテの話はもうおしまいで、うん、ガウショニビは次の段階だったんだね。左から行こう。コターはツベッキャの後、コターはツベッキャの後、コターはツベッキャの後。タコとキャベツかな。コターはツベッキャの後、コターはツベッキャの後。あー、忘れそうじゃ。コターはツベッキャの、つけべキャの、あう。あ、本当にありがとうね、直前に教えてくれて。ガウショニベは赤。あ、ガウショニベは赤。オッケー、ありがとう。心なしか覚えやすいフレーズ。次の転生でも忘れんでおこう。そう言って忘れちゃうんだろうな、ここだと。ここはスラッシュ。あ、3匹仲間になってたっけ。もうブーも3匹いるね。え、あ、よしよしよし。ここは無理でしょ、ルクスはね。あ、絶対無理でしょ。あ、ここ2箇所開けられたのに無駄になっちゃったなぁ。あー、はい。と、サイの力、バイオダブルガルして、ミニューネットからのノクターンで、ブラックローズ。うん。アクグラスや、かな。
こが石化するもんな。はい、アランシア石化は痛いな。オリーブはアランシアを回復させて、ブラックローズ、そうだ、ラップやっちゃうか。うん、カベルネの分まで頑張ってもらおう。よしよしよし。ハーモンはあの全体攻撃の時のドッキリ感よ。あれ、ブルーベリー倒せなかったか。まあ、才の力一番最初だからね。隠す気に任せて、才の力ノクターンでブラックローズ、ソーダフラペはもういいかな。アクアグラッセにしておこう。あ、後ろにしとくべきだったな、この子倒すから。あー、ブルーベリーがやられた。うっ、なんだと。ちょっと余裕を見せすぎたか。よしよし、大丈夫だ。今のね、主要メンバーこの4人だからね。よーし、大丈夫だね。アランシアとシードルは MP 回復がすごいから、もうガツガツ使っちゃって大丈夫だね。魔法、強い魔法を。あ、回復がやばい。ブルーベリー、ごめんごめん。ブルーベリーカベルネはもう30ぐらいで頑張ってもらおう。この先に、あー、でも一回戻って回復するべきかな。スカンテの次がガウショニベ、うん、スカンテの次はガウショニベ。それがどうしたかって、わからんよ。そんなものはどうだっていいだろう。はい、どうだってよくないよ。ありがとうね。はい、ハミング、オバズ、ニルバ、うん、回復しないとな。はい、回復、あ、いや、回復はしてセーブ。敵が少なくありますように。やったね。もうこれもう全員殴りだよ。それそれ、ボコスカよ、ボコスカいっちゃいましょう。あー、ランシャー攻撃力が低い、あまりにも低い。あー、隠すけ、あー、カベルネがやられた。あー、隠すけ、あー、じゃあキックキック。あ、ランシャー、さすがにノクターン、シードルキックキック。あっちを先に倒すと、キックで倒しとくべきだった。あ、でもよかったよかった。遅いね、この人は。あ、よしよし、隠すけはできるだけ回復させておきたいな。よしよし、2人レベルアップ。ダイヤモンド、うん、ダイヤモンド手に入れてもね、なかなか使わないからな。なぜ30までは回復してるかというとですね、全体攻撃の、あの、石化のやつでね、一発でやられないためです。他の攻撃だとね、結構な確率で一発でやられると思うけど、風はない、トースト。結構あるなぁ。ここの回までやって、ちょっと回復というか、カエル組を買いに戻りたいんだけど、ベルネはミニネット、アランシアはノクターン使って、シードルはブラックローズで、足じゃなくてアクアグラセ。ノーシードル、お、はぁ、124で生きてるなんて、シードル進化したな。いや、もう、やられかけの子たちがみんな指摘化したよ。まあ、この子たちなら、うん、いいんだけど。と、サイの力、ノクターン。よし、倒した。まあ、この子はね、あー、しまった。
ベルネがやられた。うん、あとはゴリゴリやっていけばいいでしょう。あー、ブルーベリーが。うん、この3人が強い。よし、よしよし。オリーブもね、どんどん上がっていく。スーパーアフロ誰になっていただこうかな。スーパーアフロは、あ、え、下の方なんか結構あったね。スーパーアフロはエカシとアフロヘアだ。攻撃守りか。モヒカンヘルム、ブルーベリーよく狙われるから守りちょっと上げておこう。うん、ブルーベリーは結構もともとアフロに近い感じの髪型してるしな。どうかベルネ、シードルは回復させておきたい。シードルは回復させておく。セーブして、ギリッギリだな。常にルックスか、ダメだ。うわー、スラッシュのところもあったな、左の方に。くー、今回の動画で結構進めるつもりだったけど意外と厳しいですね。スラッシュね、スラッシュ開けられるもんね。じゃあ一旦ここで切ります。ご視聴ありがとうございました。